1982年のロードレース世界選手権1982年のロードレース世界選手権はフィムロードレース世界選手権の第34回大会となる。1982年シーズンはロベルト・ガリーナ率いるガリーナ鈴木チームのイタリア人フランコ・ウンチーニが 500cc タイトルを手に入れた。対するヤマハはケニー・ロバーツのタイトル奪還のために 新たな V4 エンジンのマシンを投入したが、ニューマシンの熟成が進まずにシーズンを通して苦しむことになった。ホンダは4ストロークの NR500 を諦め、2ストローク V3 エンジンの NS500 を、新人のフレディスペンサーとディフェンディングチャンピオンのマルコ、ルッキネリ、ベテランの片山隆史済に与えた。 スペンサーはベルディ GP で1967年以来の、そしてニストロークのマシンでは初めてとなる勝利をホンダにもたらした。フランス GP では、ノガロサーキットのコースの危険性に対する抗議として、ほとんどのトップライダーがレースをボイコットするという騒ぎが起きた。前年 250cc と 350cc のダブルタイトルを獲得した川崎のアントン・マンクは、 350cc クラスでは1勝しか上げられなかったにもかかわらずタイトル防衛に成功した。マンクはこの年限りで廃止が決まっていた 350cc クラスの最後のチャンピオンとなったのである。250cc クラスでは逆にマンクは5勝を上げたにもかかわらず、ボイコット騒ぎのあったフランス GP での1勝しか上げられなかったジャンルイトルナドールに、 わずか1ポイント差でタイトルを奪われてしまった。125cc クラスでは、ガレリのアンヘルニエトが通算11度目のチャンピオンを決めた。50cc クラスでは、エウジーニラッツァリーニとステファン・ドルフリンガーが全6戦を3勝ずつで分け合ったが、勝てなかった3レース全てで2位となったことが決め手となって、ドルフリンガーがタイトルを獲得した。ありがとうございます。